ベネディクトゥス13世はカトリック教会の対立教皇。アラゴン王国の大貴族ルナや出身で、本名はペドロ・マルティネス・レルナ。アラゴンではエル・パパルナとして知られる。アラゴン・イリューカで誕生。モンペリエ大学で学び教会法教授となり、グレゴリウス11世に仕え1375年に数奇教に任命された。1378年に ウルバヌス6世を選出したコンクラーベに出席、はじめ、ウルバヌス6世を支持していたが、彼の横暴な態度に我慢できなくなり、教会大分裂が始まった際に対立教皇クレメンス7世を支持して、アビニョンに残留した。クレメンス7世からは、教皇施設に任命され、教皇の代理として、アラゴン・カスティーリャを味方につけ、後に成人となるビセンテ・フェレールを補佐にして、 支持者集めに奔走した。1394年9月20日にクレメンス7世が死去、アビニョンで行われたコンクラーベで教皇に選出された。ローマとの合同に努力することを誓い、ローマ教皇ボニファティウス9世、インロケンティウス7世、グレゴリウス12世と交渉を試みたが、いずれも失敗。支持者だったフランス王シャルル6世から見捨てられ、1398年には、 フランス軍の軍勢にアビニョンを占領され、5年余り強行宮殿に立てこもった後、1403年にアビニョンから脱出せざるを得なかった。1408年からペルピニャンを避難場所として提供したアラゴン王マルティン一世の指示にすがるほか、亡くなった。1409年のピサ教会会議で、グレゴリウス12世とベネディクトゥス13世の範囲、 そしてアレクサンデル5世の選出が決定されるが、先の二人の教皇が揃って、大位を拒否した。これで同時に三人の教皇が立つという異常事態に、陥った。ベネディクトゥス13世は、アラゴンへの傾斜を強め、1410年のマルティに一世なき、後に開かれた後継者会議に出席したフェレールを、通して、1412年に自身がオスフェルナンド一世を、新たなアラゴン王に選出。 支援を取り付けた。また、支持国家の一つであるスコットランドのセントアンドルーズ大学では、創立憲章にベネディクトゥス13世への教皇印字が押されている。だが、ローマ王ジギスムントが分裂を終わらせるため、公開議償集と呼びかけて、各国と交渉を重ね、ベネディクトゥス13世は返事を出さなかったが、1415年、ジギスムントの尽力で開催された、 コンスタンツ公会議で3人の教皇の敗位が正式決定。グレゴリウス12世は自主的に退位、ヨハネス23世は捉えられて敗位された。ベネディクトス13世は退位を拒否したが、ジギスムントに説得された、フェルナンド1世とカスティーリャ・ナバラスコットランドに見放され、フェレールにも離反され、孤立1417年に正式に敗位、新たに、 マルティヌス5世が選出された。こうして、教会大分裂は終わりを迎えた。以後も、ベネディクトゥス13世は、大意を認めず、自分を見放した、フェルナンド1世を1416年に亡くなるまで、図書し続け、1417年からフェルナンド1世の息子アルフォンソ5世の庇護を受けながら、バレンシアのペニスコラ城へ引遁した。 1422年に四人数奇教を任命して、後継者選出を命じ、1423年に亡くなるまで自身が正党の教皇だと主張していた。死後はペニスコラで対立教皇クレーメンス8世が選出されたが、弱体で数奇教の一人が反発して、ベネディクトゥス十四世を選出、内部分裂して、アルフォンソ五世のローマへの交渉の道具として利用された末、 クレメンス8世は1429年に退位した。ベネディクトゥス13世の遺体は1811年にスペインへ侵攻したフランス軍によって東部を除いて打ち砕かれて投げ捨てられた。しかし、ペニスコラでは今でもパパルナとして慕われている。ABCDE ・バンソン、P130。クルーラス、P13P15。シンカトリック大辞典編さ委員会。 P553P554?ABC シンカトリック大辞典編纂委員会 P554ABC スチュアート P183 クルーラス P16P17 セハラ P216 クルーラス P17P18 スチュアート P184P185 田沢 P179P180 セハラ P227P228 クルーラス P18P19 田沢 P182P183 セイハラ P249P250P269P273 クルーラス P19P22 スチュアート P185P134P135 田沢 P183P184 バンソン、P130P131 ありがとうございます。